はいどうも、チップマンクスのリツです。1992年の紅白歌合戦ではこんなハプニングがあったんです。今や日本を代表する俳優となっている本木雅弘さん、歌手活動をしていた当時紅白出演経験があるんです。井上陽水の曲東へ西へのカバーで渋垣隊解散後ソロとして紅白に初出場。その時の演出が斬新すぎて会場を騒然とさせたんです。本木は首周りに白い液体が入ったコンドームのようなものをいくつも身につけて登場。途中からは風船のように巨大に膨らませたコンドームを抱えながら歌唱したんです。最後は判決を出し、その風船状の巨大コンドームを自らの頭上で割り、中から飛び散った液体を全身で浴びるというパフォーマンスを披露。この演出にはエイズ撲滅のメッセージが込められていたとのことですが、 NHK には100件以上の抗議が寄せられたそうなんです。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあな。